て。いつか。うん。行こうか。ジェネレートルミナスエレメント。ディスチャージ。ご苦労様。ありがとうございます。はい。なあ、ユージオ、貴族について教えてくれないか。分かったよ。僕もそんなにいろいろと知ってるわけじゃないけどね。貴族っていうのは特権階級で豊かな生活をしていたりする人たちだっていうのは想像できるんだけどさ。その貴族がいるのはこのノーランガルス北帝国だけじゃないんだよな。うん、そうだよ。このノーランガルス北帝国だけじゃなく、不朽の壁で隔てられた四帝国それぞれに存在するみたいだ。そういえば円形になった王都の町を取り囲むみたいに東西南北に四つの帝国があるんだったな。まあ、それぞれの帝国は大理石でできた不朽の壁で4等分されていて、それが国境になっているんだ。王都セントリアもその壁で4等分されているんだよな。
うん、だから北セントリア、東セントリア、南セントリア、西セントリアに分かれているんだ。それぞれの町が各帝国の首都になっていて、皇帝もそこに暮らしているんだよ。そうか、帝国だから皇帝がいるのは当たり前か。なるほどな。皇帝が貴族たちのトップ、あ、じゃなくて頂点に立つものだってわけか。貴族は私領地から収入を得たりして裕福な暮らしをできるのはわかるんだけど、他は一体何が平民と違うんだ？そうだね、大きなところで言うと平民には姓がないけど貴族にはある。あと貴族は定律修験学院を無条件で受験できるんだ。貴族って確か一等借家から四等借家に平民に対して厳しい嫌なやつが多いんだっけ？身も蓋もない言い方だけど、そうだね。それは主に私領地からの収入で生活している貴族がその四等借家までの階級に多いからだと思う。自分は働かずに私領地の小作人に厳しい課税をして贅沢をするような人たちだからさ。なるほどな。貴族が特権階級だってことは分かったけどさ、貴族に与えられた特権ってどんなものがあるんだ？そうだね、貴族には貴族採決権というものが与えられているよ。貴族採決権は帝国基本法に定められた四等借子までの貴族に与えられた権利だ。五等借子、六等借子及び私領地の民に好きな懲罰を与えることができるものなんだって。そんなことが許されればめちゃくちゃじゃないか。帝国の貴族たちの序列ってどうなってるんだ？皇帝の下にも貴族がたくさんいるんだろう？一等借家から六等借家までの貴族がいるみたいだよ。なるほど、6つの階級があるのか。まあ、そういえば貴族って結構な人数がいるよな。それにしても貴族ってあんまりいい印象がないんだよな。確かにライオスやウンベールは思い切り僕たちをバカにしていたしね。そういえばキリトがザッカリアの剣術大会で戦った彼も貴族の血を引いていたんだっけ？ああ、まさかあんな風に禁忌目録の裏を書こうとする奴がいるなんてな。おそらく禁忌目録を守る気はあるんだけど、奴ら法律に対して平民とは違う感覚を持ってる。自分の欲望を満たすためならその法の抜け穴を見つけることが有用な手段だって考えたからな。ありがとう、友情。貴族のことは前よりも分かった気がする。そうかい、また気になったら
いつでも聞いて。やあ。なあ、大丈夫？ごめんな。あのね、つまり、もしかして、そういえば、それと、うん、あのさ、つまり、ちょっと、おい、いいよ。あのね、ねえ、いいな。おい、なんだ。まったくその通りですな、ライオス殿。おい、やれやれ。どういうことだ？おい、それは。
これはこれは。あまったくその通りですな、ライオス殿。メディナ、大丈夫？なあ、しょうがないか。よかった。つまり、よし。だけど、構わない。違うぞ。な、あのさ、大丈夫か？つく。問題ない。メディナ。でも。ねえ。あれはメディナじゃないか。でもちょっと様子が変だな。
メディナ、どうして裸足なんだ？さすが、かのオルティナノスケのご息女は、いでたちからして我らとは違いますな。あまり言ってやるな。本人の耳に入ったら何をされるか分かったものではない。さあ行こうか。あれはメディナと同じクラスの奴らだな。それも貴族の連中だ。メディナの靴がないのはあいつらの仕業なのか。ダメだ、やっぱり見過ごせない。メディナ。メディナ、俺だよ、キリトだ。なんだ、お前か。やっぱりいつもより覇気がないな。なんでだろう。あと、それどころじゃない。メディナ、その、どうして裸足なんだ。さあな。あの生徒たちがやったのか。以前、私に構うなと言ったはずだが。そんな状況じゃないだろう。靴はどうしたんだ。もしかして盗まれたのか。盗みは禁忌目録で禁止されているであろう。それは知ってるよ。でもあいつらの仕業なのは間違いないんだな。やっぱりそうか。でも盗みが禁止されているならどうやって靴を隠したんだ。いや、それ以前になぜメディナがこんなことの標的になっているのかが俺にはさっぱりわからない。お前は本当に何も知らないのだな。禁忌目録で禁じられている盗みとは、他人の所有物を無断で自らに所属させることだ。他人のものを持ち歩くか自宅に置くかしてから24時間が経てば所有権が移動して盗みとなる。逆に言えば24時間以内に返却するのであれば、他人の所有物をどこに持ち出そうが禁忌違反にはならない。じゃああいつらはその仕組みを利用して禁忌に触れずにメディナの靴を隠したってわけなのか。禁忌目録に違反しなければ何をしてもいいっていうのか。奴らに言わせればそこにあったものを少々移動しただけだということだろう。仕組みは理解したよ。でもどうしてメディナがこんな目に遭っているんだ。それは私が、いや、オルティナノスケが欠陥品だからだ。欠陥品？どういう意味だ。どういうも何もそのままの意味だ。これは私が生まれる前のことだから父から聞いた話なのだがな。オルティナノスケはもともとは一等爵家であり、武官として高い評価を受けた一族だった。しかしある日、最高司祭様は我ら一族を欠陥品と呼び、二等爵家への降格を命じた。
最高司祭っていうのは氷教会の一番偉い人だろ。その最高司祭の怒りを買ったということか。怒りを買ったなら降格どころでは済まないだろう。ともかくそういうことがあったのだ。最高司祭の気まぐれなのか、それとも何か思惑があったのか。欠陥品という認識があるために他の貴族たちはオルティナノス家には何をしてもいいと考えている。皇帝も同じだ。オルティナノス家にわざと辺境の貧しい資料地を与えて他の仕事に就くことは許さない。二等杓子とは名ばかりの貧しい暮らしだ。六等杓子どころか平民の方がまだマシかもしれないな。最高司祭の一言が原因でそんなひどい扱いをされているっていうのか。ああ、今のままではオルティナノス家の私に待つ未来はろくなものではない。だから私は必ずや大きな武勲を立てて最高司祭様に認めてもらう。そしてオルティナノス家、父の汚名を注いでみせる。この父の形見の剣と共にな。もう二度と欠陥品などと呼ばせないために。形見、メディナのお父さん亡くなったのか。はあ、私の父はどんなに罵られ恥ずかしめを受けようとも誇りを失わない人だった。私はそんな父に報いたい。オルティナノス家は強く正しく誇りを失わない。それが家訓であり私が父から受け継ぎし信条だ。そうか、だからメディナは一人で強くなったり武勲を立てることに執着していたのか。この話を聞いた以上放ってはおけないな。迷惑がられるかもしれないがメディナの力になりたいよ。ああ、迷惑だまあそう言わずにさ、まずは手分けして靴を探しに行こう。お前には関係ないだろう。それに24時間経てば靴は戻ってくるのだ。もう気は済んだだろう。私は行くぞ。あ、ちょっと待てよ。行っちゃったな。今の俺にできることはあまりないかもしれないけど、なんとかしてあげたいな。ああ、もうムカつく、ムカつく、ムカつく、ムカつく。あいつ何の関係もないのになぜオルティナノス家である私に関わってくる。面倒だ、目障りだ、迷惑だ。何より私はどうしてそんな奴に話してしまったんだろう。関係ないのに。やあメディナ。どうも、私に何の用ですか。何の用とは釣れないな。君と私は愛し合う仲じゃないか。用件は手短にお願いします。なんだその口の聞き方は。
将来の夫に対して礼節を書くとは思わないのか。申し訳ありません。謝るしかできないのか。さすがは無能な欠陥品、オルティナノスケの一族だな。まあいい。お前は私より入学試験の成績も随分下だった。入学して以来の成績も随分と私に劣っている。自分よりも劣った者に対しては情けをかけなくてはな。なんだその目は。いえ、私は何も。私に逆らう気ならば縁談は白紙だぞ。どうせお前程度の実力では学院を出た後行く先などない。オルティナノスケの人間を皇帝が騎士団に迎え入れることなどありえない。また信用ならない欠陥品に近衛兵の任務をお与えになるとも思えん。しかし聖豪騎士になれば使えるのは最高司祭様となり皇帝陛下ではありません。何がおかしいのですか。なぜお前のような欠陥品が首席で学院を卒業し四帝国統一大会で優勝できると考えている。冗談も大概にしろ。お前にそんな実力があるはずもない。お前もバカな父親と同じようにあの貧しい資料地で一生を終えるのがせいぜいの行く末だ。お前とオルティナノスケの未来は私の手に握られている。逆らわない方が身のためだぞ。さて少しお前に頼みたいことがあるのだが聞いてもらえるだろうか。ここは学院です。それに私にはやるべき課題があって。いいのか。拒絶するなら婚約は破棄する。未来の妻として当然の義務だろう。いつも通り従順に振る舞えばいい。それが欠陥品にふさわしい役目なのだから。わかっているな。はい。ムカつく。お前は私に黙って従っていればいい。それが欠陥品にふさわしい役目なのだから。我らを疑っているのか。では我が息子とあなたの縁談をなしにしてもよいのですぞ。いつか必ずお前たちを。父上、私は負けない。
必ずや我がオルティナノスケの汚名を注ぎ名誉を取り戻してみせる。私と一族の未来、そして誇りのために。それにしても法学の授業の試験勉強って大変すぎないか。禁忌目録だけで1000を超える禁止事項があるのに、その上帝国基本法まで覚えなくちゃいけないなんてさ。キリトは記憶喪失で禁忌目録の項目を全部覚えていないから余計にしんどいよね。そうなんだよ、笑い事じゃないぜ。それからこの上級法を優先せよって決まりはともかく厄介だよな。うん、もちろん禁忌目録が上で帝国基本法がその次だから分かりやすくはあるんだけど、たまに似たような法律が重なった場合だとかを想定した引っ掛け問題があるからね。法の序列としては禁忌目録、それから帝国基本法、その下に学院則とかの掟があるってわけだ。貴族採決権は五等杓子、六等杓子の貴族、それから治療地民に何でも命じることができるって法だけどさ、貴族採決権は帝国基本法の中にある法律、つまり禁忌目録の方が上級法として優先されるってことだよな。確かにそうなるけど、それがどうかしたの？いやだから人を罰するにせよ、貴族採決権にも一応限界が設けられてるんだなと思ってさ。それでも恐ろしいよ、修験学院を退学だとか学院の外周を走り続けろなんて命じられたらどうする？なるほど、上位貴族のやつらはいくらでも法の抜け穴をかいくぐれるってことだよな。今友情が挙げたようなものならばまだ可愛いものだ。きっとやる気になれば貴族はもっと残酷なことをできる。禁忌目録の抜け穴をかいくぐるようなこと、言いがかりだっていくらでもつけられるし、貴族には今後やっぱり注意すべきだな。キリト？ぼーっとしているようだけど、そろそろ勉強に戻った方がよくないかい？ああ悪い、ユージョ。そうだな、また始めるか。今日もセントリアは賑わっているな。たまには普段行かないような店も覗いてみるか。お、この食べ物、なるほど、動物用の餌か。そういえば学院で見つけた猫、まだあそこに住み着いているなら腹を空かせているかもな。せっかくだし餌を買っていってやるか。
前に見たのはこの辺りのはずだけど、いないな。もう学院の敷地からは出て行っちゃったのかもな。餌は無駄になっちゃったけど仕方ない、帰るか。ふざけるな。この声、まさかこの私に反論する気か？そういうわけでは。ではなぜ断る？ただ今は都合が悪いだけで。言い訳をするな。お前ごときが欠陥品のくせにこの私に逆らうとは生意気だ。おい、あんた、お前は以前メリナといた男か。邪魔をしないでもらえるか。今は大事な話をしている最中だ。悪いけど、目の前で友人が叩かれるのを黙って見過ごすなんてことはできない。チッ、まあいいだろう。だが、お前が私の邪魔をしたことは忘れない。次に会った時は覚えておけ。大丈夫か、メディナ。余計なこと。あのまま見過ごすことはできないって。このままではまた。頬を痛むか。治療が必要なら。触るな。ごめん。本当に大丈夫なのか、メディナ。手が震えて。気にするな、平気だ。では私は行く。おい、メディナ。普段は勝ち気なメディナがあんな風になるなんて、一体何に怯えているんだ。